どうも、こんにちは。こんにちは。セキュリティチャンネルです。どすこい。今日は、石井くんがバイト上がりに、そうですね。今週も我が家に来てくれました。いやちょっと日空いちゃいましたね。いやもうありがとうございます。前が多分水曜日ぐらいだったんです。水曜日。だから木金。木金。2日も空いてしまって。いやもう会いたかった。いや私も会いたかった。会いたかった。やっと会いました。じゃあ、乾杯しましょう。お疲れ様です。大好きですね。最近これハマってるんですよ。おいたしレモンですか？こだわり酒場のおいたしレモン。これ美味しいね。これ美味しいですね。アルコールも 5% なんでそんな強すぎず、まあね、飲みやすいです。普通のあのレモンのやつ 7% やね。はい、7%、ね。あれはちょっときつい。飲みすぎていつも失敗する。うん。なんで今日アジゲン行ったあの収穫は あそうですね。今日あのアジゲンあのいつも通りバイト行ってきました、ね。もう今日土曜日だったんで、あのちょっと、まあ、後輩のとこ行きたいっていうことでちょっと行ってきたんですけど、今日戦利品これこちらです。ただこれが何、これがもこれもち麦ですね。もち麦多分普通に買ったら多分1000円ぐらい、1袋1000円ぐらいします。はあ、はあ、でこれあの白米と一緒に炊いたら、ママかぶした、普通の白米だけで食べるよりも食物繊維が多くて、うん、なんか体にええらしいです。あ、そうそう、うん、これで何個ぐらいはいけるの？これがしんちゃんなの。いや、でも12、3いけるんだ。あ、そんなに、はい、そう、10、いや、12、3言い過ぎた、15ぐらいはいけるんだ。なるほど、一緒。そう、それとこれ、なんかのふりかけ、なんかのふりかけ、なんかのふりかけ、これは普通にご飯に、これこれ普通にご飯あの入れてもらってもいいし、何ですかね、ご飯ぐらいしか思いつかないです。そうや、ご飯で美味しそうやね、これ。はい、お弁当持っていくときにいいかもしれない。だからケンさんお弁当を持っていくときにこれあの白米の代わりにこう白米ともち麦で一緒に炊いて、これのふりかけあげたら最高やね。最高です、ね。もうどうぞ。こんなんばっかほんま。今日関取ちょっと上でね、あのリモートなんかやってるらしいです、はい、してるみたいです。いいっすね、なんか女子と話してる。あ、ちょっと後から上上がってみましょう。はい、ちょっと上がってみましょう。ちょっと先行く来たってことで、じゃあちょっと、はい、早速行ってみましょう。ちょっと行ってみましょう。はい、ちょっと2階にこれから上がっていきたいと思います。ちょっと部屋が汚いんだけどね。ああ、足に今日は足に来て、あ、関取がリモートやってました。そうですね、はい、そうですね。ちょっとごめんね、ちょっとごめん、じゃマジでって。あ、そう、じゃなんか旦那がさ YouTube 始めてたそう思んない YouTube そう、連れてきた、やばくない、すぎ酔っ払っとるやん、やばくない、クソ思んない YouTube。 関取チャンネルです。どうも関取チャンネルです。どうも、これはあの私の友人なんですが、なぜか親友になりまして、旦那といつもあのだから週に 3,4 回うちんちにいます、こいつむちゃ酔っ払っとるやん、あの子酔ってないから。そう、顔真っ赤になっとる。女子がいっぱい、あれ降りろよ、もう女子がいっぱいいます、ね、いいな、もう早いよ、はい、失礼しました、失礼します。あ、なんか信じまう、もう喧嘩ばっか違う、どっち？でも新ちゃんも叩いてきた。そうな。黒いやつで、なんかこの子にトンってやった。それは良くないよ。ちょっと上行ってみなさい。でもね、新ちゃんも叩いてきたの、最初は。この音と全然いいじゃん。イジ君、あのちょっとこれカバーがさ、あのそうイジ君取ってくれたやつ、あの無印でソファーのカバー、いや、イジ君聞かれちょっと一緒に手伝ってもらおうと思って、
そうね、まだ何キロ上で言いつきよるよ。汚い。剥がしていきましょうか。え、セットリチャンネルまだ5人なんてなかった？え、登録ですか？めっちゃ増えてるじゃないですか。誰ですかね。いや、誰やろ、もう全然想像でもできない。想像できるの、私と堀川ぐらいなんですけど、うん、だからその 3名だけ、3名だったんやけど、なんか 5人だったらいいよ。全然、検討、おさっちゃんとかしよう。登録するのかな、せんと思うけど。東海湯松岡さんのモサエビのモサモサ定食完成。モサエビの刺身に天ぷらと素揚げ、これがモサドです。どうぞ。どうぞ。どうぞ。かかったんじゃないですか、無印の。あ、これ10万したよ。10万。うん、あれ、まだあいつグラス買ってるし、こないだ割れとったのに。あ、そうなんです。こちら、掃除大丈夫ですか？はい、それじゃあ。これも、後で。これも後で。これがこいつやろ。コトリフト。コトリフト。こいつから、石が。あ、そう、こっち。こっちやね。あ、はい、じゃあ、まずはモサビのエビの刺身からいただきます。全部あるやん。では実食。このソファーがもう廃盤になったんだ。そうそう、ソファーの柄がめっちゃうまいやろね。今まで食べたエビの中でダントツに合う。ダントツやね。うん、めっちゃうまいやろ。めっちゃうまいやろ。いっぱい食べてる人が違うとか。そうそう、石井さんが甘みはすごい。うん、最高。はい、はい、じゃあ次。あー、しゃ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 。そうなぁ、ちょっと暑いね。ティーなのかな。シャリトルバーズ。え、これ、はい、暑いよ。え、ちょっと待って、ワイファイ抜いてない。あ、シャリトルバーズね。そうか。なんしょ。え、これ何？あ、味見。味見。え、待って、あ、これ今日頼んだの。おかしい、おかしい。大丈夫。どうだ。暑い。Yes.
暑いね。じゃあソファーちょっとシート張り替え完成しました。ありがとうございます。いや綺麗ですね、やっぱカバー変えるだけで印象。お前印象変わるね部屋の。よーし。
ちょっとゆっくりしていてください。ゆっくりしましょう。熱っ。